メダルオブブレイブリーは、カナダの英典制度において、勇敢な行為を称える賞としては3番目に、行為の勲章で、カナダ国王の名のもとに、カナダ総督から授与される3つの賞のうちの1つである。1972年に制定され、生存、死去を問わず、危険な状況において勇気ある行動を示したものに、授与される。また、 受賞者は MB のポストノミナルレターズを使用することを許される。メダルオブブレイブリーは直径31.8ミ、mm、リメートルの銀メダルで中央にセイドワード王冠をいただいたカナダ国王のロイヤルサイファーがあしらわれ、周囲にはブレイブリー・ブラブールの文字が書かれている。裏面には月経館に囲まれたメープルリーフがあしらわれ、受賞者の名前はメダルの外縁部に彫り込まれる。 メダルは31.8メートルミリメートル幅で赤字に3本の青いストライプが入った銃を持って左胸に廃用する。男性は胸に吊り下げ、女性はリボン棒にピン止めする。過去に受賞した者が再受賞した際にはメープルリーフをあしらった磨き上げた銀のメダルバーが授与され、最初に受賞したメダルの銃に取り付けて廃用するようになっている。 1972年5月1日に、ピエール・トルドー内閣の助言に基づいて、エリザベス二世女王により勇敢な行為を称える、勲章として制定された。カナダ人か否か、または生死に関わらず、すべての人に受賞資格があり、総督府への推薦により選考される。勇敢な行為は、カナダ国内でなくてもよく、カナダ人が成したものでなくてもよいが、 カナダ人が関係していることが求められる。推薦は勇敢な行為がなされた時か、非推薦者に関連する裁判などの法的な手続きが完了した時のいずれか遅い方から2年以内に行わなければならない。2009年8月の時点では2478人に授与されており、うち1人は2度受賞している。ここでは著名な受賞者を列挙する。ありがとうございます。